こんにちは、アニマルタイガです。今回はですね、ハチトークボリューム3超拡大版ということでですね、先日1月4日に行われたハチトークの方のですね、要素を撮ってきましたので、そちらをご覧ください。こんにちは、アニマルタイガです。僕はですね、主にこちらに映っているオオトカゲを飼ってまして、オオトカゲだけで、6匹お家にいるんですけど、そうですね、年末に僕が、体を掃除してあげるために一緒にお風呂に入った時の画像なんですけど、飼ってるのは主に哺乳類が多くてですね、カワウソ、ミーアキャット、ミニブタ、コールダックという世界最小のアヒルですね。カメマルコと申します。今ですね、リクガメを、飼っておりまして、これがインドホシガメの、カメゴくんっていうね、私の彼氏なんですけども、奥側がコオロギチップスです。そちらはあの2種類のコオロギだしを使ったチップスなんですけど、コオロギのだしを取っただしを片栗粉でちょっととろみをつけて、それを乾燥させて、もう一回油で揚げてチップスにしたものです。じゃあコオロギ丸々入ってはまるまるは入ってないんですけど、だし、はい、は 100% コオロギなんでだしは 100%、 まあ実質まるまるコオロギみたいな。ミルクティーって言っても、これあのお茶っ葉とかは一切使ってなくて、蚕の糞を使ったミルクティーになります。あの虫の糞は非常に面白くて、あの虫の糞って何食べてるかによって全然その糞の味が変わるんですよ。でこれはあのカイコって普段クワの葉っぱ食べてるんで、まあ、クワの葉の味のするフレーバーティーみたいな形なので、カイコのうんちと砂糖と牛乳だけで作ったミルクティーになります。はい、なんか匂いはなんか普通に、これタピオカがないタピオカビーフみたいな、あそうですねめちゃめちゃ甘い。はい、ということでですね、ハチトークボリューム3ありがとうございました。いや、トークの方もね、すごく、広いところでできたので、また、ボリューム4とかもねやりたいよという話だったので、ぜひね、今回来れなかった方とかね、来てみてはいかがでしょうか。本当にいろんなねことが、食べたりもできますし、買ったり、あとはトークもね、楽しいトークが聞けますので、ぜひねボリューム4ありましたら皆さん来てください。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。